今回は医師でもいらっしゃいます兵庫県感染症等対策室山下照夫室長にお話聞いていきます。冬場は例年いろんな感染症が流行する時期ですが、今年はやはり新型コロナウイルスとインフルエンザの同時流行、これが懸念されますよね。そうですね、冬場というのは季節性のインフルエンザっていうのが流行します。そんな中で新型コロナウイルス感染症、これの同時流行がやはり懸念される県としてもそこに注目しているところです。懸念の理由っていうのはまずどういうことなんですか？そうですね、最初にかかられた時のですね、症状が本当によく似ているということですね。最初の症状だけではなかなか見極めができないと、これが一番ややこしい。そこで新しい体制が、整備されているということですね。はい、今まではですね、患者さんが熱が出たりしたら必ずですね、接触者の相談センター、こちらの方でですね、症状であったり聞き取りをした上で可能性がある方を帰国者接触者外来というところにご紹介申し上げて検査をしていたというのが今までです。すなわち患者さんと医療機関の間にですね、こういう行政機関というのが介在していたためにですね、受けるまでに非常に時間がかかったりハードルが高いなという感じがあったかもしれません。これからはですね、患者さんと医療機関を直接つなげるようにという努力を今しております。発熱とか咳とかの症状を認めた方はですね、かかりつけ医とか身近な医療機関にまずお電話をいただきたいと思っております。検査がその医療機関で実施できますよというところでございましたら、そこで検査や診療を受けていただくことができます。ところが全てのお近くの病院が診療や検査をできるとは限っておりませんので、そういう場合でもですね、この医療機関がですね、検査できる医療機関を案内をしていただくというふうな制度にしておりますので、しっかりと受けていただくということになります。それから身近な医療機関がないとか、土日を含めた曜日なんかでですね、なかなか連絡がつきにくいという時にはですね、ぜひ発熱等受診相談センター、あるいは県が24時間体制で設置しております新型コロナの健康相談のコールセンター、こちらの方にしっかり電話いただくと身近な医療機関で受けれるという制度にしていきたいということに思っております。はい、新型コロナの検査とインフルエンザの検査、両方をしてもらう、ということなんですね。基本的にはですね、両方を検査していただきたいと思ってます。同時に検査ができるっていうのと、身近なかかりつけ医にかかれるっていうのはやっぱり安心ですよね。そうなんです。特にかかりつけ医の先生方っていうのはですね、自身の病気をすべて見ていただいている先生ですので、安心感が非常に増すことになります。この新体制はいつから始まるんでしょうか？10月の、おそらく最終週27日あたりからですね、スタートしていくと思っておりますが、裾野は広げてまいります。医療機関も感染症対策が必要だと思うんですが、そのあたりいかがでしょうか？空気清浄機でありましたり、パーティションであったりとか、感染を防御するための機械をしっかり設置していただいている、あるいはですね、発熱をある患者さんとそうでない患者さんが、待合室で一緒になったりしないようにですね、しっかりと動線を分けていただく、こういう形で感染症対策を徹底しているということが担保されている病院を指定させていただきますので、安心して受けていただいて構わないと思っております。その他、新型コロナとインフルエンザに備えて私たちがすることはどんなことでしょうか？新型コロナウイルスとインフルエンザというのは共に、ウイルスによる感染症でございますので、対策は基本的には同じなんですね。3密を避ける、手洗いをしっかりする、そういうことをしっかりすることが両方の予防につながります。2つ目はですね、季節性のインフルエンザの予防に関しましては、強力な武器であるワクチンというものがございます。ぜひですね、ワクチンの接種をしていただきたいと。ただワクチンというのはですね、県民が同時に受けるということになりますと、これなかなか混乱を生じますので、国の方からも推奨する順番というのを設定しております。はい、もうすでに10月1日から65歳以上の方、それから60歳以上の方で心臓あるいは呼吸器、腎臓に病気をお持ちの方ですね、ぜひ早めに打っていただきたいと思います。はい、それから26日からは医療従事者、あるいは基礎疾患、要するに持病をお持ちの方ですね、妊娠をされている方、生後6ヶ月から小学校2年生までの小さなお子様ということを2番目のグループと設定しております。早めにワクチンを接種していただきたいと。でそれ以外の一般の県民の方々は、どうぞ少しこれよりは遅れますが、11月に入ってからですね、順次接種していただければ助かるかなと思っております。はい、
ワクチンの供給量としてはですね、昨年使用されたよりも 10% 以上本年度は供給されるということになってますので、予約を取って皆さん慌てずにしっかり打っていただければ構わないと思います。はい、改めて基本的な感染症対策も含めて気をつけていきたいですね。このウイルスというのは目に見えない敵といいますか、相手なので、なかなかどうしていいかなって迷われると思いますが、一人一人が確実な感染症対策を行うということが本当に大切なんですね。医療の体制であったり、ワクチンの偏在をなくす供給であったりという体制作りは県の方がしっかりやってまいりますので、一人一人が確実な行動をとっていただきたいと お願いしたいと思っております。また兵庫県では新型コロナ追跡システムの利用をお願いしています。感染拡大防止のためぜひご活用ください。今回は芸術の秋にぴったり、学べて楽しめる兵庫のミュージアムをご紹介します。あ、ランドセル、こっちにもこんなに大きいものまで。こちらはセイバンのミュージアムと直営店があるセイバンミュージアムパークです。辰野市にあるセイバンは今年製造工場と本社屋を新設。そしてお客さんにもっとランドセルに親しんでもらおうと、このセイバンミュージアムパークを作りました。まずはランドセルの機能や歴史を学べるセイバンミュージアムをご案内します。ミュージアムは4つのエリアに分かれていて、ランドセルやセイバンの歴史について詳しく知ることができるんです。こちらはタイムラインエリアです。セイバンのものづくりの歴史を展示しています。真ん中にはランドセルパーツの展示をしておりまして、実はランドセルを1つ作るのに250個以上のパーツを使っているんです。そんなに多いんですか？想像以上です。セイバンは播磨さんの皮革を材料にカバンやキセル入れを作って販売したことが始まりでした。ちなみにセイバンという名前は西播磨の頭文字から取って名付けられました。昔から常にお子様のことを考えて様々な機能開発に取り組んでいることを感じていただけると思います。次に案内してもらったのはクラスルームエリア。こちらでは時代に沿ったその時々のランドセルと一緒に給食と文房具を展示しております。教室のようなこのエリアでは文房具の他にも当時流行っていたおもちゃなど、その時代背景を感じられる展示もあります。後ろには時代ごとのランドセルがずらりと並びます。終戦の年に作られたこんな貴重なランドセルまであるんですよ。3つ目はこのエリア。こちらはラブエリアです。ランドセルの機能性を分かりやすく体験いただけます。例えば体感性コーナーにある天使の羽。セイバンの特徴の一つ、天使の羽はこの樹脂パーツでできているんです。肩ベルトの中に入っていて、重心を上に上げ安定させることで重く感じないような工夫になっているのを背負って体感できます。他にも安全性、耐久性、快適性、利便性を体感できるコーナーがあります。最後はファクトリーエリアです。こちらの方をご覧ください。実際にランドセルを作っている工程を見ていただけます。このように機械だけではなくて人の手がたくさんかかっていることをこちらから見ていただけます。またこちらではランドセルの作り方を分かりやすく説明しています。こだわりや甘み知識も一緒に紹介しているのでぜひご覧ください。そしてお子さんやお孫さんへのプレゼントを考えている方はぜひ1階へ。こちらはファクトリーショップです。実際の通学路をイメージした道路や坂道、階段などが設置され、通学体験をしながらランドセル選びを楽しんでいただけます。でもどれを選んだらいいのか。私たちランドセルコンシェルジュにお任せください。ランドセルコンシェルジュはお子さんにぴったり合ったランドセル選びをしてくれる
プロのアドバイザーなんです。ランドセルを選ぶときに大切なことは？ランドセルは6年間使うものだからこそ、ランドセルの機能性を見てあげることが大切です。その上でカラーやデザインの違いを見ながら、家族で楽しくランドセル選びをしていただければと思います。皆さんもぜひセイバンミュージアムパークへお越しください。続いては赤穂市にやってきました。何やらこの辺りに変わった博物館があるそうで、あー、ここだ、ビートルズ文化博物館。入ってみましょう。こんにちは。いらっしゃい。これ来館記念のしおりになってますので、どうぞ。早速にありがとうございます。あなたは？ビートルズ文化博物館館長岡本さなうと言います。よろしくお願いします。こちらはビートルズの大ファンである岡本さんが2016年に施設博物館としてオープンしました。これまでに岡本さんが集めたビートルズのポスターやレコードなど、貴重な品およそ2万点の中から館内では300点ほどが展示されています。またビートルズ関連の本もたくさんあり、なんと実際に手に取って読むこともできるんです。ビートルズってね、もう50年も前のものなんですね。僕が伝えたいのは、ビートルズは世界無形文化遺産になるようなものではないのかなと。そのためには形がいるんですね。その形を、ここで実現して、で皆さんに少しでもビートルズの文化って何なのっていうことを、まあ、知っていただきたくて、ここを開館しました。なんか新しいもの聞きたいなって思った時に、お店の人に聞いたら、ビートルズのハードデイズナイトだったんですね。一番最初にこうジャーンと来たんですね。たった一音なんですけど、そこに悲しみ、喜び、こう希望、なんかそんなのがね、全部一緒くたになってこう固まってるような気がして、そっからあとはね、もう喜びでどうしようもなかったんで、嬉しくて嬉しくてしょうがなかったんですよ。この喜びをみんなと一緒に分かち合いたいっていう、そういう気持ちでワクワクしたっていう。メロディーがまずいいとか、ドラムがいいとかね、いろいろ言いますけど、まあ一言で言うとかっこいいですね。あの彼らの歌詞の中に H があってね、で僕はそれこそ伝えたいもんなんですよ。文化というのは一体何かって言ったら、僕たちにかっこよく生きるにはどうしたらいいかという、その H を歌ってくれたという気がするんですね。でそれを僕は伝えたい。もうビートルズ愛が止まらない。そんな岡本さんのとっても貴重なコレクションを見せていただきました。こちらはビートルズマンスリーブック。イギリスの公式ファンクラブで発行されていた解放誌で、わざわざイギリスまで行って探してきた、なかなかお目にかかれないものだそうです。そしてこの写真集、岡本さんはデザインのお仕事もされていて、なんとこの写真集の表紙はご自身でデザインされたんですって。ところが依頼主からデザイン料が払えないと言われたそうで、物ではダメかと言われましてね、そんなん困る、僕は一応これ仕事でやってんだからとこう抵抗したんですけれども、ないことやふれんわということで。デザイン料の代わりにもらったのが、写真集に入らなかった9枚の写真。これらはビートルズの日常を切り取ったとても貴重なものなんです。ビートルズを知っている人も知らない人もお気軽に楽しめる場所なので、どうぞぜひ皆さん一度ご来館ください。世代を問わず楽しめる2つのミュージアム、ご家族でのお出かけにいかがですか？教えて兵庫。おはようございます、露の紫です。最近インフラっていう言葉よく聞きますよね。インフラストラクチャーの略語なんですが、道路とか通信とか公共施設など、産業や生活の基盤となる施設のことを言うんです。ということで今回のテーマはインフラ。今工事現場が目覚ましい進化を遂げているんです。露の紫さんがやってきたのは豊岡市の道路建設現場。
ここでは新しい高速道路のインターチェンジと市街地や空港を結ぶ重要な道路を作っているんです。こんにちは。こんにちは。橋本さんですね。はい、よろしくお願いいたします。こちらでは、はいはい、最先端のインフラ整備、これが見られるということで、はい、ICT の機械を使って、はい、導入して、生産性を向上させて現場を進めております。 ICT って何ですか？情報技術っていうのが、まあ、普通の元々の語源なんですけども、はい、それを、まあ、建設現場で施工現場で活かして、はい、取り入れてやってるっていうような形になってます。今建設現場では情報通信技術が大活躍しています。衛星から位置情報をはじめ、さまざまなデータを受信し、それを現場で建設機械に送信、機械を動かすのに役立てています。まず案内されたのは、建設現場には欠かせないショベルカー。この建設機械に ICT が搭載されているそうなんです。運転しているのはまだ経験が浅い作業員さんです。すいません、お仕事中に。よろしくお願いいたします。操作とか大丈夫な？そんな難しい？そんな、はい、難しいあれではないです。本当？はい、実際の画面を多分見ていただいた方が分かりやすいかなと思うんですけど。簡単に操作できる秘密は運転席に。はい、今モニター見えますよね。あ、見えます。この重機の絵ですね。はい、はいはい、そこからあと 0.4、まあ、40センチ下に違うんで、下げなさいと掘りなさいという。なるほど、40センチ掘りなさいという。例えばその40センチのところに来たらもうあかんでっていう。これが 0.00 とかゼロになるってことや、はい、OK よという。あ、はい、そうです。うわ、設計データを機械に入力した上で位置情報を利用することで、地面を掘る深さが一目で分かるようになるんです。運転席を見せてくれた森岡さん、実はこの現場で初めて ICT を搭載したショベルカーを操作したそうです。新しい世界を見つけることができました。本当にこんなセンスがあったらいけるとか、そんななくてもいいんですか？と思いますよもし私とか、あ、やればできるでしょそうですか、はい、すごいな。続いて建設現場でよく見かけるロードローラー、地面を締め固めるための機械です。パネル見ながらやってるけど、はいはい、あそこには何回ここを通ったかとかっていうのをこう表示して分かりやすく見えるような形で施工ができるようにしてまして、まあ、従来だと分からないというか、自分で数を数えながら何回やってますっていうのを、乗ってる機械に乗ってる方が数えてたんですけども。運転席に設置されたモニターには土の水分量や硬さなどの情報が入力されていて、土を締め固める回数が表示されているんです。現場の感といいますか、そうですね、乗ってる方が慣れてこないと何回やったらいいのかっていうのが分からなかったんですけども、若い方でも、まあ、その技術さえ、まあ、コンピューターとかそういうものさえ動かせれば施工ができるというような時代になってきまして、今 ICT 化によって女性が活躍する現場も増えてきているんです。案内してくださっている橋本さんもその一人です。男社会だと私はまだまだ思ってたんですけど、はい、そうではないんですね。私と同じようなこう立場で現場で活躍している女性職員ってたくさんいまして、うん、はい、大変なことも多いと思うんですけど、はい、面白さっていうかやりがいといいますか、ものが出来上がってるのを間近で見れるっていうのがすごく楽しくてですね、本当に一般の人でしたら最後の形しか見えないんですけども、こうやって順番にできていくっていうのを見ることができるのはすごく楽しいです。管理技術者の大田垣さんに、建設現場の ICT 化によって求められる人材がどう変わってきているかをお聞きしました。今こんなになってるんですね。
パソコン使っての作業になってくるので、また違った作業で人材が求められると思うんですよ。若手が来てもらっても多分すぐ即戦力で働いてもらえると思いますよ。全体的な作業量としては簡単になってます、やっぱり昔と比べたら。いや本当に興味がある人もう来たれですね。はい、情報通信技術を使うことで建設現場はすごい進化を遂げていたんですね。昔、工事現場に新人が入りますと、仕事を教えてもらうな、目で盗め、なんて言われておりましたけども、もうそんな時代は古いんです。続いてやってきたのは神戸市西区にあるこちらの施設。こんにちは。こんにちは。わあ、ここは一体どういった施設なんでしょうか。はい、こちらの方の施設では建設現場における ICT 技術の体験していただくことができる最先端のトレーニング施設となっております。ICT を活用するために必要なデータの作り方や工事の流れなどを学ぶことができるんです。来られるまではですね、皆様非常に、ICT の技術というものが非常に難しいというような形で、はい、皆さんおっしゃられるんですけれども、1日で終わる講習もあります。ただですね、専門的なですねスキルを身につけるというようなところで、3日間の講習であったりとかというところで、さまざまなですねプログラムをこちらの方ではご用意させていただいているというような状況でございます。それは心強いですね。さらに、じゃあこちらの方へどうぞ。うわー、何ですか、現場もお持ちなんですか。現場、はい、ICT を搭載した建設機械の操縦を実際に体験できるんです。すいません、よろしくお願いいたします。講師の広金さんにお話を伺います。実際これは何をやっているところなんでしょうか。3次元設計データを、建設機械のモニターに入力して、3次元設計データをもとに、実際の ICT 研究を動かしているところです。建設機械の運転席に設置されているモニターを離れた場所からもチェックできるんです。重機に GPS のアンテナがついてますので、重機の刃先の位置が、このようにリアルタイムで計算されてるんですね。すごいなぁ。まあ私にしたら何のこっちゃわからないんですけど計画通りに施工していかなきゃいけないじゃないですか。はいはいはい。でその時に今自分の重機の刃先がどこに行ったかがわからないと困りますよね。はい。なのでそれがリアルタイムで分かれば作業効率が非常に上がってくる。掘りすぎであるとか、まだ掘り足りないであるとか、そういったところはもうリアルタイムにこの画面で。続いて、はい、研修で利用している建設機械を見せてもらいました。そばは迫力あるな。あら、え、嘘。運転席から降りてきたのはまたまた女性。いやかっこいい。どうですか、実際に ICT を使って熟練した技術の持っている方だけが操縦できるっていうふうに聞いていたんですけれども、3次元設計データを使った重機ですと私のような経験の浅い人でもできるんだなっていうのが。乗ってみられませんか。え、どうぞ。いいんですか。ということで運転席に上がらせていただきました。おお、すごい。基本的には、はい、こちらにある黄色いボタン、はい、黒いボタン、はい、そのスイッチだけ、操作方法を覚えていただければ動きます。え、じゃあこれだけ動かしてただけ。そうです、これを引っ張ってた。もちろんハンドルを動かすのです男性のやる勇ましさもありますけど、はい、女性もできるんだってところを見ると、はい、やっぱりできるのかなって思っちゃいますね。はい、はあ。現場で学んでいく時代は一昔前、 ICT 化に伴い新しい即戦力が求められています。今建設現場においてですね、非常に大事なこととしまして、生産性の向上を、すると
というようなところが、急務になっていると思います、うん、皆様にですね、こういった新しい ICT の、最新技術というものをですね、ぜひ体験していただくことによってですね、もっともっと明るい、建設会社の、未来がやってくるのかというふうに思っております。変わりゆく建設現場、時代とともに求められる人材も変化してきているんです。インフラ整備の現場は ICT によって生産性の向上だけではなく、誰でも働きやすい環境にあると感じました。また新しい技術を学ぶための教育体制があるのもいいですよね。以上、現場からお送りいたしました。ご安全に。兵庫県内の新型コロナウイルスの新規感染者数は9月1日から1ヶ月半以上、1日あたり15人程度の感染警戒期の水準が続いています。この間クラスターが発生し、家庭での感染が拡大するなど依然警戒が必要です。今後季節性インフルエンザとの同時流行も懸念されます。県では引き続きコロナに負けない兵庫を目指します。新規感染者が発生した場合、感染範囲を特定し、濃厚接触者や関係者に対して直ちに幅広く PCR 検査を実施します。感染者を早期に確定し、ここから感染させない、二次感染を防止する封じ込めを行います。また入院医療体制の確保に取り組んでおり、医療体制に不安はありません。引き続き自宅療養ゼロを堅持し、容体急変への適切な対応、家庭内感染の防止を徹底していきます。季節性インフルエンザとの同時流行に備え、兵庫県では地域の実情に応じてより多くの医療機関で診察・検査できるよう、発熱等診療・検査・医療機関の整備を進めていきます。10月27日からは発熱の症状があれば、まずはかかりつけ医など地域の身近な医療機関に電話で相談し、指示に従って受診しましょう。かかりつけ医などがないときは発熱等受診相談センターや新型コロナ健康相談コールセンターに相談してください。県ではこれらの取り組みを通じてコロナに負けない兵庫を目指します。県民・事業者の皆さんのご協力をよろしくお願いします。